水素爆弾、水素爆弾、水素爆弾、または、熱核兵器、熱核液は、重水素の熱核反応を利用した、核兵器を言う。水爆。原爆は強力な兵器であるが、核分裂反応の性質上、ウラン235やプルトニウム239を、どんなに増やしても、最大でも広島、長崎級原爆の10倍程度に止まる、爆発エネルギーしか得られない。 それに対して、熱核反応、核融合反応はそれを起こす物質を追加すれば、いくらでもエネルギーを増加させることができるという特徴を持つ。そのため、特に二重水素、三重水素の熱核反応、DT 反応、DD 反応を利用することで、広島、長崎急原爆の数十倍、数百倍の爆発エネルギーを持たせた核兵器が開発できると見込まれていた。実際、 原爆開発技術を独占していた米国において原爆保有国となったソ連に対抗するためトルーマン大統領によって製造命令が下されたのが原爆を起爆装置として重水素を熱核反応させる素爆弾である初期の核融合装置は液体の重水素を用いており装置が巨大で実用化には至らなかったが重水素カリチウムを用いることにより実用化に至った 原子爆弾を起爆装置として用い、各分裂反応で発生する放射線と超高温、超高圧を利用して、水素の同位体の重水素やミエス水素、トリジウムの各融合反応を誘発し莫大なエネルギーを放出させる。高温による各融合反応、熱核反応を起こすことから、熱核爆弾や熱核兵器とも呼ばれ、核出力は原爆をはるかに上回る。なお、 中性子爆弾や三回爆弾も水爆の位置形態である。しかし、核融合反応による核出力の効率化は、水爆1トンあたり TNT 換算6メガトンが理論上の限界であり、実際には起爆装置の原子爆弾などの重量も含まれるため、効率はさらに低下するが、今のところ水素爆弾の威力の上限に限界は存在しないと考えられている。 第二次世界大戦後から現在に至る原爆開発競争に参加した国の中でも水素爆弾を兵器として実用化したのは国際連合の常任理事国であるアメリカ合衆国と旧ソビエト連邦、ソ連、現ロシア、イギリス、フランス、中華人民共和国のみであるが2016年になって朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮が開発に成功したと主張している。 第二次世界大戦末期のマンハッタン計画後、アメリカ合衆国で、エドワード・テラー、スタニスワ・フーラムラによって開発が進められ、1952年11月1日、エニウェトク干渉で人類初の水爆実験、IB 作戦というコードネームで呼ばれる水爆の爆発実験に成功した。マイクの核出力は10.4メガトンであったが、常温常圧、例えば摂氏25度、 一気圧では機体である重水素や三重水素を零下200度以下に冷却液化しなければならないため、そうした大規模な装置類の付属により、重量は65トンに及び実用兵器にはほど遠いものであった。ところが、翌1953年、ソビエト連邦が重水素などの熱核材料をリチウムと加合させて、重水素かリチウム、 固体として用いた水爆の実験に成功した、実際には水爆ではなかったと言われいる。この方では大掛かりな付属装置が不要なため水爆を小型軽量化できた。その後米国も熱核材料をリチウムで固体化した水爆を完成。1954年、キャッスル作戦実験の成功により小型化の成功が確認された。さらに、米ソ両国で 核実験が続けられ1955年から1956年には爆撃機にも搭載可能になり核兵器における威力体重量比が格段に増大する結果となった。いわゆるメガトン急核兵器の登場である。中華人民共和国は1967年6月17日に3.3メガトンの最初の水爆実験に成功している。 1976年11月17日には4メガトンの実験に成功している。この後中国では重水生産工場の運転が開始されている。水素爆弾という語に含まれる水素は重水素のことであり、普通の水素は核融合反応の速度が遅いため実用的でない。2016年1月6日には朝鮮民主主義人民共和国が4回目の 核実験で水素爆弾の実験に初めて成功したと発表した。水爆の構造は重要な軍事機密であるため公表されていないが以下のようであろうと推測されている。一旦が丸い円筒型や回転打円体をした玉角内の丸い側や焦点に各分裂爆弾、つまり原子爆弾が置かれる。円筒部分か、もう一方の焦点には 外装に圧縮剤としてのウラン238、中間層に主役の各融合物質としての重水素化、リチウム、中心にさらなる熱源としてのプルトニウム239より、なる3層の物質が置かれる。玉柄は放射線の反射剤として機能させるために、ベリリウム、ウラン、タングステンなどが使用され、特にこの部分に、 ウやウラン235を分厚く使用したものが三回爆弾と呼ばれるさら発生エネルギーを高めた核爆弾である。核融合部分と玉柄の間はポリスチレン等が詰められる。原子爆弾が起爆されると、その核反応により放出された強力な X 線とガンマ線、中性子線が直接に、または玉柄の球面に反射して、もう一方の核融合部分に照射される。 照射された X 線は、核融合物質周辺のスチレン重合体などを瞬時にプラズマ化させ、高温高圧となって円頭部の中心に位置する三層の核融合部分を圧縮する。ウラン238が促進効果で核融合物質としての重水素カリチウムを中心へ圧縮すると同時に、中心軸のプルトニウム239がガンマ線と中性子線の照射を受ける。 核が核分裂反応を起こすことで中心部からも重水素カリチウムを圧縮する。超高温超高密度に圧縮された重水素カリチウムはやがてを満たし核融合反応を起こす。核融合によって放たれた高速中性子がウラン合金製のタンパーに到達し核分裂を開始させる。このプロセスを最後にケーシングは完全に消滅し核爆発となる。 通常水爆の核出力の大部分はこの核分裂のエネルギーによって得られる。核融合爆弾の主なエネルギー源となるのは重水素と見え水素である。重水素は自然界の水の中に5000分の1の割合で含まれており、抽出が比較的容易であり、見え水素の原料となるリチウムも入手が容易である。水爆では、まず起爆薬としての原爆により、 高温高圧の環境を作り、中性子によるウランの反応も関与して、重水素とリチウムの混合物の核融合を導くという2段階の方法をとる。この水素爆弾で使われる核融合物質は、熱核材料と呼ばれる。重水素と共に用いられるリチウムが、原爆から発生する、中性子により、見え水素に各種変化するので、重水素かリチウムを使用した水爆では、 見え水素は不要になる。リチウムの原子核に中性子を当てるとヘリウム4と見え水素の原子核が形成される。原爆から発した X 線は高速度で熱核材料に達して加熱圧縮するので中性子の到達までに核融合が始まってしまってリチウムが見え水素に変化する時間がないのではないかという考えがある。加熱圧縮の材料に 密度の極めて低いスチレン重合体を使う点に答えがあるかもしれない。あるいは原爆からの中性子ではなく、融合燃料の完成圧縮から生じる D、D 反応より生成した中性子をもとに DT 反応が誘発されるので、融合燃料の添加自体には、見え水素は不要ではないかという意見もあり、真相ははっきりしていない。1952年の IB 作戦による、 実験以降、水爆が戦争において使用された例はない。しかし、第二次世界大戦後、世界各地で大規模な核実験、水爆実験が数多く行われ、偶発的に遭遇した第三者や環境への被害が広がった。その代表的な事件として、1954年3月1日にビキニ干渉で行われた、前日のキャッスルブラボー実験の際に、日本の 第五福竜丸を含む漁船数百隻が被爆したものがある。1963年に調印された部分的核実験禁止条約によって、水爆を含めたい危険、宇宙空間、水中での核実験は禁止されたが、以後も PTBT で禁止されなかった地下核実験はたびたび行われた。1996年には、 地下核実験禁止を含む包括的核実験禁止条約が国連で採択されたが2016年現在も発効しておらず未批准国などによる核実験も行われている。歴史上最大の威力の水爆は旧ソビエト連邦の RDS-220、ツャーリボンバと呼ばれるもので50メガトン、MT 広島型原爆の約3300倍。 第二次世界大戦で使用された全爆薬の10倍の核出力を負った本来の設計上は 100MT を超えていたが自国の環境に配慮して威力を抑えたと言われているこの爆弾は長さ8メートル直径2メートル重さ27トンと、巨大なもので専用回収を受けた津9 5爆撃機に搭載され1961年10月30日に ノバヤゼムリア島の上空約4000メートルで炸裂した。爆発による衝撃波が地球を参集したことが観測されたということからもその威力の大きさが伺える。この爆弾は米ソ間の軍拡競争の産物であり、実際には量産されなかった。また、爆弾自体も大きすぎたために実用的でなかったことから実戦配備することよりむしろ、 西側への威嚇及び水爆実験が主な目的であった。原爆を起爆剤に使用しない純水水爆、いわゆる綺麗な水爆の研究が1952年からアメリカ合衆国で行われたが、1992年に米国は純水水爆の開発を事実上断念し、研究データを公開した。これは起爆に原爆を使用しないため、核分裂反応による 放射性降下物、ホールアウトが生成されず、残留放射能が格段に減るという仕組みである。ただし、起爆時の核反応で、アルファ、ベータ、ガンマ及び中性子線などの放射線、核融合やその燃え残りで生じた水素などの放射性、同位体は少なからず放出される。2015年現在、米国ローレンス・リバモア国立研究所にある、実験施設、 国立点火施設でレーザーによる核融合が、また、ロシアの核研究施設、アルザマス16ではジバによる核融合、Z ピンチ方式がれぞれ研究されているが、2016年時点では、この種の兵器の開発は成功していない。5おさむき